皆さん、こんにちは、サケスキーです。俺はマシューだ、よろしくな。今回もオートノーツをやっていきます。よろしくね。さて、前回との差分だが、金属の研究が終わって、金属部品が作れるようになった。ふむ。特に金属の車輪は、研究材料でもあるため、なるべく早く作りたいところだ。車輪ってことは車両系なんだろうな。多分。次に収納系のアップグレードをしてみた。岩石とか幅利かせてるしな。あと地味にアンコウとかタイとか。それは飯として供与しないのか？どういう風に調理ラインに潜り込ませるかが、試案のしどころなんだよね。さばけば何でも同じ刺身。ってことになってくれればそんな問題じゃないんだけど。試してみれば？それより先にバターの件を。なんか問題あったのか。前回の後、本当にあれで問題なくバターが作れるのか。気になってもう一度見直してみた。そのためにはまずバターを使わにゃならんということで、バタートーストが作れるよう、製粉部を小改造して拡張し、キッチンテーブルを1台追加した。ふむ。で、バタートーストはレベル5食品で、今の文化レベル4で供給できるのかという点だが、これはどうもできないらしい。文化レベル相応ということか。おそらく。でもとりあえずバターの箱に空きができたので、バター製造におけるロボットの挙動を観察することはできた。で？前回のプログラムは誤りというのが分かった。なんだよ。言い訳すると、バケツが壊れるところまで観察できなかったために、条件の順序が誤っていたのが原因だ。ただ今回もそれは同じで、バケツが壊れる前にまた箱がいっぱいになったから、これでちゃんと動くかは、文化レベル5になってみないとわからん。多少のロス覚悟で捨てるという手もあるが。なんだか食べ物捨てるって抵抗があってね。しかし今までのバケツ使ってるやつも、同じ問題を抱えてたはずだが。そう。バケツに限らず、例えば使い差しの道具なんかを渡して、道具の耐久と作業での消費が合わなくて、たまに止まるロボットがいるんだけど、プログラム上のミスなのか、道具の耐久の齟齬なのか、どっちなのか判断できなかったんだよね。最悪プログラム的に不出来でも、バケツの残量を気にせず、作業ごとに必ず水を汲む、とかにすれば、回避できる問題だし。じゃあそうしろよ。しかしそれでは芸がなさすぎる。しかし問題なく動くことが第一だろ。まあね。はい、ということで今回だが、研究の順序いつもと違って、金属車輪より先に石炭の研究をしますよ。ん、どうした？金属部品の研究が終わったばかりで、製造設備自体がまだこれからだから、その間研究所を遊ばすこともなかろう。ああ。その石炭の研究をやってる間に、製造設備を整える。おげ。金属部品を作るスチームハンマーは、従来の金属加工台からのアップグレードとして、生成炉もアップグレードなんだが。なるほど。旧型だと金属一つに鉱石四つ必要だったが、二つで済むようになるのか。少子分だな。ただ燃料は木炭から石炭に変わるようだ。ま、創生のうちだろ。っていうか最初からそのつもりだったしね。木炭はこの先使い道あるんかしら。で、スチームハンマーの方は、金属材料が必要だから、最終組み立ては電化製品実験棟に持ってきて、こっちで仕上げる。ふむ。金属加工台が1台しかないから、既存の金属加工台を使う。道具の方は大丈夫なのか。まだ金属道具に切り替えてないから大丈夫。あっそ。しかし小屋木板と柱の時と同じで、金属板と棒は、材料として量産しておいた方が良さそうだな。だな。ま、電力事情にもよるけど。とりあえず最初は研究材料たる、金属車輪からかな。金属道具も作れるようだな。
だけどスチームハンマーで道具作りはないな。なんでだ。同じ金属道具でも金属加工台の消費電力は50、スチームハンマーは100だから、同じ性能の道具でもスチームハンマーの方が高コストだ。なる。このあたりは使い分けした方が良さそうだね。だな。作るものによって消費電力が違うならいいけど。確認してないのか。道具はいずれ専用台方式にするし。はい、石炭の研究と採掘の技術目標を達成しましたよ。お、ヘルメット。これはいい。それは良かったな。贅沢を言うとフリッツタイプの方がいいんだが。イギリスだったら唾の広いやつだろ。うん、なんじゃらほい。石炭の研究の方はどうなったんだ。石炭の研究が終わるとこの画面が出るのかな。それとも先行して石炭の採掘してたから？なんかいつもと違う感じだね。ああ、はい、なんでしょう。未だ文化レベル4ですけど。他の星の依頼の件か？最速？食べて持って食べたんかい。さすが錬金術。ああ、舐めて確認するってやつね。まあ、そうなんでしょうね。はい、準備中です。一体何だったのか。ま、石器時代は終わりってことだろう。で、これは？ベトコンからイメチェンしてみました。で、金属器に交換する前に、研究材料でもある薬の製造について、昼、薬壺、水という材料と、電力供給の条件から、パピルスと昼の池近くの、粘土地付近を新たに造成して製薬工場を作るとともに、北東方面の道具を供給する、臨時の道具係を改組して、金属器へ移行する試験をしてみる。えらい慎重だな。本拠地は物が詰め詰めで、レイアウト変更するのも大変だし。ま、予行演習ということで。で、こうなりました。水車に人は贅沢だな。製薬代が電気バカ食いでしてね。これでも足りないぐらいなんだけど。今は試験生産レベルだから。道具係の方は、石の採掘を終了とし、道具に必要な木の柱のため、木板と柱の製材代はそのまま。植林のどんぐりのため木槌の製造は続行。用途がなくなった枝は回収後焼却処分。電力事情的に専用台方式が難しいため、本拠で試した製造台共有方式で、北東方面で必要な、桑以外の道具の製造を担当。ただし昼の捕獲に必要な手網は、本拠地からの輸送に頼る。という感じだ。なる。で、その用水路は？任意の場所に池を作れるんでは？という。前回のマシュー君の予想を試してみた。結果から言うと不可だったけど、池から用水路を引くことで、同じ意味にすることはできた。なる。用水路を埋めたら池として残るかまでは試してないけど。あと、海まで川にしたら、汽水域ができるのか試してみたんだが、これは不可だった。できたらどうなんだ？また新しい魚が釣れるんかなと。それは深読みしすぎだな。というのは、多惑星の依頼で、鈴木の納品ってのが出てきたんですよ。今までそんなの釣れてないし、釣れる条件がわかんなくてね。もっと沖に出ないといけないのか、それとも海域なのか。でわかんないのはいつも通り先送りとして、しばらく運転してみて、製造台共有方式の問題点もわかってきた。というと？この時点で金属道具の供給を始めたんだが、仕組み上、需要に対する反応が鈍い。具体的には、箱が満杯の時はスキップするとはいえ、5種の道具を順番通りに作るから、需要の高い道具を優先して作ることができない。そのため作り手側の無駄な時間。例えばコールがあってから材料をピッキングするのでなく、ピッキングした状態でタイプするとか、
できた道具を箱に収めてからでなく、道具を拾った時点でレポートするとか、時間を詰めることはできるんだけど、そうなると同じものを連続して作ることができなくなるなど、生産調整が難しいんだな。なる。現時点では電力事情的に事前策とならざるを得ないが、本格的に金属道具を供給するなら、冗長だけど専用台方式の方が楽は楽かな。じゃ、北東部隊はどうすんだ？北東は道具の需要量が本拠と違うし、作るのも一種とはいえ種類も少なく、さらにシャベルとツルハシ以外は使用頻度が少ないから、専用台方式だと逆に設備過剰になるね。まあな。ほい、金属車輪の研究が終わりましたよ。蒸気機関車の前にトロッコか。まあ、道理ではあるな。鉄道系はもっと先かと思ってたけど、石炭は北方にしかないから、これで輸送しなさいってことかな。そうかもな。それ以前に蒸気機関を作るのに手間取ってるんだけどね。なんでだ。それは後で話す。遮断機ってなんじゃろな。言葉の意味からすると踏切とも取れるが、形状的には腕儀式信号機に見える。時たま翻訳そのもので悩むな。なんか鉄道模型のスターターキットみたいなラインナップだね。ということで、先に車両製造工場を建てます。それもなんだかな。蒸気機関より金属材料が少ないから。だけどここで屋根瓦ですよ。成形自体はともかく、調整をどうするかなんだよね。というと、設備系は余裕があれば、わしの実験、確認用に予備を作ったりするんだけど、瀬戸物の釜は北東方面で予備を投入しちゃったから、釜も作らないと瓦が焼けない。なので釜を新造して、とりあえず燃料もある木の張り置き場の近くに仮設置。やっつけ感が半端ねえな。瓦の成形は電気いるからねえ。今の食器生産現場に置くのもなんだし。そういや瓦の需要は初めてか。だね。最初に試験的に一つ作って以来かな。必要数作ってきたので完成させます。でかい上に必要な電力がまた。結局蒸気機関がいるじゃねえか。いや、蒸気機関ももちろん作りますよ。木の針以外全部金属材料なんだよね。小屋ロボットに材料をピッキングしてもらう意味ないから、実験棟の近くでちまちまやりますか。部品の材料たる板とか棒とかから始めなきゃだから、めちゃめちゃしんどいですわ。ああ、リベットが技術目標の条件になってたのね。お、ロボットはまだ新型があるのか。3型か。いきなりマイナーバージョンからだな。今度はオレンジ？はい、残念。除石欠番確定だな。なんで猿なんだよ。マイナーバージョンは6なのないな。これがデザインの英国面じゃね？続いてロボットの研究が終わりましたよ。次はまともなんだろうな。さあ、なんせ英国面だから。この辺はアップグレードパーツだからいいとして。電池は9ボルトから車載用っぽくなったな。でもこれ電池じゃないんだよね。持てる数が増えるってやつで。電池自体は USB 充電器みたいなの。紛らわしいな。さて。なぜに2000系から交代してるんだろうか。ま、猿よかましだろ。その通りだ。で、大変苦労して、ようやく蒸気機関が完成しましたよ。なんでだよ。電力不足で水車の充電待ちがあるからですよ。ちゃっちゃと作りたいのに、強制的に待ち時間あるから。それに石炭と水の手配もあるし。なる。石炭と水のことを考えると、北東方面に設置するのが楽なんだが、すると電柱を大量生産しなきゃいけなくなるから、どっちにすべきかでだいぶ考えた。で、電力事情が安定したところで、3000系を作ってみた。
3000系から金属製みたいで、ほとんどが金属材料、部品だから、電気ないと作れないね。なる。あとここに来てココナッツですよ。何の話だ。3000系から中央演算装置が、どんぐりからココナッツにアップグレードしました。それ、アップグレードなのか？ココナッツなんて久しぶりすぎて、すっかり忘れてたんだけど、身は捨てずに保管してたからなんとかなった。物を捨てられない性格が幸いした。そりゃよかったな。で、また来るであろう拠点のレイアウト変更と、石炭輸送路の整備の意味で、拠点東部の砂地を浚渫工事して、簡易道路を敷いてみた。ほう。ま、道路整備しても、ロボットは使ってくれないんだけどね。となるとロボットが通るところを道にした方が早そうだな。まあね。で、トロッコを作っても線路がなけりゃってことで、とりあえず一通り作ってみる。ふむ。で、当然なんだが、大量の金属材料が必要なので、臨時の資材置き場を設定した。なる。しかし電力はどうなんだ。まだ全力運転じゃないけど、逆に使い切るほどの設備がない。というと？まだ材料を作る台を増設してないから。そっちが先なんじゃね？左上を見てもらうとわかるんだけど、ようやく石器の道具製作台を撤去したところで、金属道具製造部の移転をどうするか試案中なんですよ。ま、確かにそれの方が優先度は高いか。この狭いエリアに押し込められるか悩みどころだ。とりあえずできた分で実験線を作りました。予想はしてたとはいえ立体交差は不可みたい。ただ、直行はできる。へぇ。停車場は今のところないみたいだから、任意のところでダイナミック乗車するのかな。で、クレーン車は何に使うのかと思ったら、トロッコ含め、手運びできないから、これで移動するべしということらしい。だろうな。手運びできないものって初めてだから、なんか新鮮。あ、そう。だけど線路に置けないんだよね。意味ねえじゃねえか。どうやら動力タルトロッコが先らしい。編成するのにお作法があるのか。みたい。となると今度は貨車を複数連結できるかだが、これはできんかった。ただ白枠表示から見て、できそうな雰囲気はあるから、遮断機とかポイントが邪魔してるのかもね。そういうことか。それよりもまず運転してみたい。手漕ぎ式だったら運転というより運動なんだが。この緑丸はなんじゃろな。それは踏切じゃなくて信号だったのか。どうした？どうやって動かすのかと。あ、行きたいところの線路をクリックするのね。止まりたいところじゃなくて、車止めまで行くのか。となると途中で停車したいところがあったらどうするのか。この実験線みたいに T 型の線形にするのか。としてもカーブを考えると結構な敷地が必要だな。その信号使うんじゃね？信号の切り替えはロボットでもできるのかな。しかしどうやって運行管理するんだか。ポイントの切り替えもな。はい、金属道具製造部の移転が完了して、スチームハンマーも増設して、金属の基礎材料、部品を作れるようにしましたよ。で、ついでに3000系も自動製造できるようにした。ほう。で、その3000系の能力だが、手は8個持ててバックパックも4つ分、拡張スロットは3つと。頭の容量は？ 32 キロ。ふむ。2000系の時みたいに、プログラム的な便利機能があるかどうかはまだ不明。なんでだ？まだ実戦配備してないから。あ、そう。しかしこれ色塗り替えられんかな。は？いや、砂地とか穀物とか、黄色いところあるから紛らわしいなと思って。パンツ青だから大丈夫じゃね？パンツ言うな。で、本拠点東海岸にある、小さい鉱石採掘場から、実験棟までの2号実験線を敷設して、ロボットに運転させてみた。
問題なく運転できるようだな。容量はリアカーとかと同じだった。なる。ここで輸送の技術目標を達成。停車場とかだと嬉しい。どういうことか。どうせなら料理にベーコン X スパムとかなら笑えるんだけどな。あとスパム X スパムとか。あとスパムスパムスパムとか。バイキングの衣装だったらなお良かっただな。ついでにマルキ船のアップグレードもな。あるいはラッコの着ぐるみの方が。はい、気を取り直して移転した金属道具製造部だが、まず石器の斧、鎌、クワは生産終了。ハサミと石の刃物は羊の毛刈りがあるから残置。おもちゃにいる木製ボタンはそのまま。バケツ、上路の水物も当面木製のまま。浚渫機は今のところアップグレードがないからそのままとして。材料として石器のシャベルとツルハシがいるから。これは残置せざるを得ない。ふむ。金属道具の方は専用台方式で。ノコ台も配備して木の針に対応。金属板と金属棒の生産も兼ね。ちょっとした金属部品も作れるよう。スチームハンマーも備えた。おげ。これでようやく金属道具への切り替えが終わった。今回はまさに産業革命の奇跡をなぞる感じだったな。蒸気機関の製造も大変だったが、金属加工台のレイアウトと配線、すなわち電柱の位置関係も辛かった。なるべくコンパクトにしようとすると電柱が入らないし、余裕を持たせようとすると、建材製造部も合わせて引っ越しが大規模になりすぎるし。なんかどっかで聞いたような話だな。あれは工場に電力があれば、中の機械には自動給電だからね。コンセントの向きがくせ者なのですよ。だから機械の配置はもうちょっと詰められるけど、隙間とか機械の向きは配線の関係で、こうせざるを得なかった。で、次の予定は？今のところ研究に追いついたから、次の研究成果までは点検かな。バケツとか水物もそうだし、線路の遮断機の意味、挙動もわからないままだし、調理ラインにアンコウとかタイをどう乗せるのかとかも。とりあえずさばいてみたらどうだ。なんだけど、じゃあ食材として安定供給できるかっていうと、それも疑問だしな。リリースさせてもらえるなら、海に返してあげたいぐらいなんだけど。カタパルトで投げるっていうのはどうだ。それは返すというよりなかったことにするということですか？Roger on Union 121.